はい、オルガンライフです。今日は明星一平ちゃん、夜店の焼きそばジャンバラヤ。ジャンバラヤってケージャン料理ですよね。なんかアメリカのどこだろう。なんか解説あるかな。ジャンバラヤ特にないな。ジャンバラヤってなんかどっかのファミレスでありましたよね。ロイヤルホストだったかな、デニーズだったかな。ロイホと言ったらジャンバラヤだろうとかって。ホットチリペースト、ふりかけ、液体ソース、あとは中に入ってますね。では作ってきます。ジャンバラヤ作ってきましたね。なんかこの香り知ってますね。香辛料系のちょっと甘い麺は太麺ですね。スイートチリな感じですね。ソースは3種類。液体ソースと、それとふりかけ。あと、ホットペパーソース。チリペパーか。それですね。感覚的にドライな感じですね。辛さは控えめかな。ちょっとチキンな感じもしますね。バーベキューチキンとか、そういう味が好きな人。あ、辛さやっぱ来るわ。辛さ苦手な人は、厳しいかもしれないですね。激辛じゃないけど厳しい。一昔前の基準だとこのぐらいで激辛って書かれたかもしれないですね。だからバーベキューチキンが好きで、それアメリカ料理が好き、そして甘辛が好き、そういう人のおすすめですね。ぜひ食べてみてください。ではバイバイ。